はいどうもこんにちはナノです本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は2016年度のルーマニアの国内大会の問題ですレベルとしては JMO の本線の問題と同レベルだと思っていただければいいかなと思いますねはいそれでやっていきたいと思います XY は自然数で、えー、次の方程式を解けというまあ、無理方程式の2変数の無理方程式ですねまあ不定方程式の類で すべ、えー、ての自然数解を求めなさいっていう問題ですね。見た目はすごくシンプルですけど、まあ結構難しいと思います。えー、所定が難しいですね。いきなり二乗してもダメで、えー、ルート x を移行します。つまり x プラス y マイナスルート x ですね。で、えー、っとルート xy プラスルート y と。 で,ここの式で2乗します x+y を一つの文字と思って2乗するのでこれで2乗ですねで2ルート x の x+y とプラス x でこっちも同じように、えー、xy で 2y のルート x ですねプラス y と。で x の二乗プラス 2xy プラス 2y の二乗とこの展開をちょっと解きましょう。 で、マイナス、えー、2かっこ、こっち、x プラス y 先に書きましょうか。のルート x、プラス x イコール、xy、プラス、えー、2y ルート x ですね。プラス y と。で、ここをよく見ると同じものがありますね。2y ルート x っていうのはここに一つあり、で、ここを掛け算したものがあります。で、 で、えー、で計算ができますねそれから xy がここ1つ消えますここが1になりますねでまあ簡略化すると x の2乗をプラス xy プラス y の2乗を、えー、プラス x マイナス y ですかねイコールえー、っとこのこちら側の積ですねこれとこれの積を取ったものをえー、っと右の方に持ってきて 2x ルート x。X プラス、えー、と同類項をまとめてね 4y√x という形になって2を取って2倍を取って √x へくくると 2y+x√x との形になりますねでこの形見るとその左辺は自然数の形をしていますでルート √x が残っていて 2y+x っていうのは 自然数でこれプラスなのでこれよりえっとこのルート x っていうのはえーっとルートが取れないとえ無理数になってしまいますしね。従ってルート x が自然数だということです。つまり x は x は平方数ということになります。ここが大きなポイントで、ね えー、x はそのなんか a の2乗とかそういう形にかけてるってことですね。でこれ x y の対称式なので x と y の対称式同じ議論をしてあげれば結局 y も平方数だってことが言えます。の2乗の形にかけてるとことですね。 したがってルート x が、えーまあ、a ルート y が b というふうに、えー、自然数でこう表すと x イコール a の2乗をそれから y イコール b の2乗と,となりその余式は、えー、と a の2乗を す B の2乗イコールえー、っと A プラス B プラス AB という式になります。AB は自然数で、まあ、この形で不定方程式を解く形になりますね。で2倍してあげて全部左の方に持ってきてしまいましょう。2A の2乗足す 2B の2乗マイナス 2AB マイナス 2A マイナス 2B とイコール0。 でこれは、えー、っと1つね a-b を作ってあげて残りの a の2乗と b の2乗で、えっと、a-1 の2乗それから b-1 の2乗を作ってあげるとこれイコール、えー、1の2乗と2の2乗1の2乗を2つね足したので2という式になります。で2乗取ってるのですべ、えー、て正0以上の 和になってますね0以上の和3つの和になっていて、えー、全部で2なんですけど例えば2の2乗を作るともう4になってしまってイコール2にすることはできませんしたがってこのうちこの3つのうち、えー、2つが1で2つが1で他はは0という形になっているはずですねで a=b の時に えーと、a と b は等しいから最初の、えー、最左辺ですねがゼロになって、a イコール b イコール2っていうのが出てきます。それから a イコールえーと1で真ん中が1の時き、ゼロの時は a マイナス b がプラスマイナス1でよって b イコール2のみが出てきて、まあ同じようにして a が b が1の時にも。 B が1の時にも A が2っていうのが出てきますしたがって AB は12ということと21と22の3取りあってそれによって XY の値が完全に決定しますしたがってそれぞれ2乗を取ってあげればいいので14と41とそれから22とあごめんなさい44、えー、ですね これが答えということになります。まあこんなに、ね、あの的確にできるわけではないと思うんで試行錯誤はもちろんもちろん必要だと思うんですけどね。えまあ、えー、最初の初手を間違えると解けなくなってしまいますね。まあうまくできているなというふうに思いますがなかなかこういう問題を 解く機会というかね、えー、問題が結構その、北欧のルーマニアとかブルガリアとかね、数学が盛んな国では問題がたくさんあったりしますので、えー、ぜひ参考にしていきたいと思います。はい、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。